球が動き出しました。同じ方向を向いているんですが、左右にジグザグ進んでいるのがお分かりいただけますでしょうか。スラローム走行というものを行っております。8つのタイヤがこう息を合わせるようにして動くと、このようなことができるんですね。さて次は何を見せてくれるでしょうか。なんとその場で旋回をしています。8つのタイヤがありますので、U ターンなどしなくても向きを変えることができます。おっと立ち上がりました。実はこのハルトス歩くこともできます、はい、先ほど車の状態から今度は昆虫のようにして歩いてますね。さあ足を畳みまして、また車の状態に戻りました。この場展開して正面を向きます。次は何を見せてくれるでしょうか。さあ今度は、横に移動しております。車を運転される方で結構分かるかと思いますが、縦列駐車ってとても難しいかと思います。ただこのように真横に動くことができれば、いろんな駐車はですね、わざわざ苦労する必要はないんですね。さらに歩いても左右に移動することができます。ちょっとここまで来ると動物のような生き物のようにも見えてきますね。乗り物っていう感じもしませんが、